ニメ、鬼滅の刃の主題歌、グレンゲなどで知られる歌手のリサ、35が25日、自身の公式サイトで、第一子を出産したことを報告した。同サイトで、リサは、知事ではありますが、先日第一子を出産いたしました。パワーアップした私で、音楽を届け、蹴られることが楽しみです。どうぞ今後ともよろしく、お願いいたします。今日もいい日だ、と綴った。2020年1月、人気声優の鈴木達夫との結婚を発表。しかし、21年7月に、夫の鈴木とファン女性との不倫が報じられ、同8月から活動休止。鈴木は昨年3月にようやく活動再開を発表していた。現在はすでに引っ越し済みだが、不倫現場は自宅マンション。離婚せずに夫婦関係を継続した上で、第一子の出産したことにね、途上では、リサの心が広すぎるとの驚く声が上がった。メガヒットしたアニメ、鬼滅の刃主題歌で国民的歌手となった矢先の不倫被害。地活動への影響を憂慮した周囲から離婚を進める声もあったが、リサは夫の悪口を口にすることはなかったという。鬼滅の刃のヒットで多忙を極めたリサさんは夫婦の時間を取れなかったと自らも責めた。鈴木さんからの謝罪も受け入れ、声優として活動を再開することに対しても背中を押したとか。愚痴の一つでも言いたい気持ちはあったでしょうが、周囲にそんな素振りも見せなかった音楽関係者陣。非声優の鈴木は、フリー、立花の誠役、黒子のバスケ、高尾和也役ほか、人気アニメに多数出演。しかし、不倫発覚後は、精神的に不安定となり、一時は芸能界引退さえも覚悟する事態に陥った。その時もリサは夫に寄り添い、献身的に支えていたという。関係者の中には、苦しいのはリサの方なのに、と複雑な思いを抱く者も多かったが、それでもリサは夫婦関係の継続を選んだ。鈴木も騒動前は、業界では、チャラ男ぶりが知られていたが、すっかり、改心している、同リサは、強いママ歌手になりそうだ。Thank you.